本日は本当にあの西村直樹さんの松山での入ってますよねマイク大丈夫です、はい、松山でのコンサート本当にあの待望しておりまして久しぶりでしてね今日はあの愛媛新聞社さんが主催であのできましたが満杯になりましてですね本当に満杯になりまして本当に良かったなと思っております、皆さんの一人ですねおかげだと思いますありがとうございました私あの今日のですね進行させていただきます江戸と申します江戸博史と申しますよろしくお願いします西村直樹さんとは中学校高校大学は彼は東京芸大行ったもんですから私知らないんですが本当にあの古い親友でございましてまあ、これからはあのそういう友達じゃなしに西村直樹講演会のまあ幹事の一人としてですねあの進行させていただきます改めてよろしくお願いしますであのこういう席でございますんでね長い話は抜きにしましてでもとはいえですねやはりあのご来賓っていうよりも主催者の愛媛新聞社のですねまああの部長さん久世部長さんからですね一言ご挨拶いただきたいと思いますよろしくお願いしますただいまご紹介を入ってないただいまご紹介をいただきました愛媛新聞の久世と申しますどうぞよろしくお願いします一言お礼のご挨拶をさせていただきます本当に今日の西村さんと谷本先生のコンサート、皆さん方のお助けを持って、盛大にできましたこと誠にありがとうございました愛媛新聞の方でも西村先生のコンサートっていうのは、もう25年30年ぐらいになりますか遍路展の時に、ご協力をいただいて、やった経緯はあるんですけれども、今日も改めてこういう形で、させていただきました、これも西村先生からお言葉お声掛けをいただいて、実施できる運びとなりました、本当にありがとうございました皆さんからも聞きましたけども大変やはりお客さんの反応も良くて、みなみな感動を持って、帰っていただきましたありがとうございました、これも一人に、西村さんと谷本先生の、お二人の内容構成、それが大変素晴らしかったということで、皆さん大変喜んでいただいたことを嬉しく思っております実は愛媛新聞の方では新聞紙面では、戦後70年ということで大きな節目の中で紙面等で、いろんな70年を振り返った中での、紙面での紹介内容等を含めて、県民読者の皆様方に、70年という節目を訴えておりますけれども、我々、事業部の方において、こういう形で一つ何かをぜひやりたいなというふうに思っていたところに、西村先生の方からの声掛けも頂戴もして、合わせて、こういう形で賑やかにできましたこと一人に、ここにいらっしゃる皆様方のお力添えのおかげだというふうに、感謝をしておりますありがとうございました、この事業においては、共催の CATV さん、それと諏訪県議の渡辺部長さん、首藤さんはじめ、大勢の皆さん方にお力添えを賜ったことを改めて御礼を申し上げまして、花畑簡単ですけれども、主催者からのお礼とご挨拶をさせていただきます、本日は誠にありがとうございましたどうもありがとうございましたそれでは西村直樹さんとご本人にですね、簡単にご挨拶いただこうと思うんですがまあ、今日は演奏中もですねご本人の方からちょっとご案内があったと思うんですが世界88カ所をですねなんと2回も回ってそれはもう、ね、長い年月かけてですねもういいだろうと、いうことでやめようと思ってた矢先にですねイスラエルの方からまあオファーが来てでもう行ったもんだから3回目、もう人生かけて3回目にチャレンジするということでですね、その後台湾、それからタイ、また台湾でしょ、3日に帰ったばっかりで、本当に果てしなき挑戦をしていますね、でこんな子供のような行動をしている、まあ、音楽家が世界にいるだろうかと、いや、いないと思いますね、たった一人のいわゆる音楽巡礼者だと思います。で、今日はこの親睦会ですが、彼がこれからね、本当に命がけかも分かりません、世界回るって大変ですからね。それの激励の意味も込めてですね、お集まりいただいたと思っていただきたいと思います。それでは、西村直樹さんよろしくお願いします。
本当にありがとうございます。今日は皆さんのおかげで無事コンサートを、本当に久しぶりの松山でのコンサートなんですが終えることができました。これは本当に遠くから東京、そしてあちらの方に三重の方からも来ていただいて、そして大阪から広島から四国各県からも山口からも来ていただいて本当にありがとうございます。本当はハワイから来てくれる予定もあったんですが、それは12月に向こうでやるのでそれはいいでしょうということで、本当に今日は無事にコンサートを終えることができました。これからも世界の場に行きますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。本当は今日もありがとうございました。それと今日ですね、本当に素晴らしいご映画を聞かせていただきました、谷本先生。本当はですね、もうお盆ですしね、お忙しいさなかなので、まあ、今回は出られないとおっしゃってたところを無理やりですね、ちょっとの間というふうに来ていただきました。ちょっと先生の方からもご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。ご挨拶を申し上げます。愛媛新聞社の大変なお骨折りによりまして、大変盛大盛会と申しましょうか、立派なコンサートができました。本当に、一翼を担いました私といたしましても嬉しく思うところでございます。長い間西村直樹とは、お付き合いがあるわけでありますけれども、その酒飲むくだらない姿しか見てないもんですから今日の皆様方の顔ぶれを拝見いたしますと、さすが西村直樹とあえて申し上げたいと思うわけでございます。またこれからもずっと彼とは続けて親交を深めてまいります。たまたま私師弟の関係でございまして、私が師匠で彼が弟子なんですね。最近時々本末転倒することがございまして非常に面白くないんでございますが、しかし、いい男でございまして、皆さんの方もその彼の人間性に惚れてこのようにお集まりをいただいて、おのおのと帰りに存じます。どうぞ彼をしっかりと盛り立てていただきますることをお願いを申し上げまして、言葉は整いませんがご挨拶といたします。ありがとうございました。それではもう一方ちょっとご紹介したいと思います。今回 そのコンサートの教材で非常にですねお力添えをいただきました。講演会の幹事でもありますし、今回本当にお力添えをいただいた林数派研究所の渡辺晋三所長様よりですね、一言簡単にご挨拶をお願いします。失礼します。あれスイッチレールが入ってます。あ、入ってます。失礼します。簡単にということでございます。失礼しました。以上でございます。というわけにもいかないようなので、ちょっとだけ少しだけ、スーハという名前はですね、おそらく皆さん初めて聞かれる方が多いと思うんですね。西村先生とはね、もう15年以上前になります。その時に、こういうものができましたということでご自宅で話をしたことがあります。で、スーハの説明をしました。分からんな、そこから始まりましてね。それから5年に1回ぐらいの出会いがあったり、また飛行機の中でバタッとお会いしたりですね、なんか自分の中ではどうしても西村先生のですね、四国88箇所、それから、世界88箇所、そういう流れをずっと見ながらですね、やっぱりそういう表現者ですよね。波動としての表現者はもう西村さんしかいないんじゃないかというのがずっと心の内にあったものですから、とうとう去年出会いがありましてですね、スーハのカレンダーができました。それを渡しました。そしたらそこで、ある日突然、今日も言われてたようにですね、曲が出来上がったという、今日はスーハの2月の曲を採用していただいてですね、それから最後の最後にですね、未来意識という、これは素晴らしい赤ちゃんの曲をですね作っていただきました。だからこれからは音楽法要という亡くなられた方の曲を作り続けられた。あとは西村先生、ぜひとも432Hz の